オープニングファイト、ディープフライ級5分2ラウンド、たつき VS 鶴谷レイ。オープニングファイトの第1試合です。白いトランクスを鶴谷レイが履いております。髪色が明るい方がたつきです。ラウンド、オープニングファイト第1試合、フライ級5分2ラウンド第1ラウンドの開始です。ローキックで攻めていくたつき、ケージを大きく使ってフットワークを見せますのがたつきです。さあ山瀬選手、はい、この鶴谷レイのデビュー戦というところが注目、声が集まりますね。自分なんかはもう20、おっと、突っ込んでいく、突っ込んでいく鶴谷。自分なんかは20歳から格闘技を始めてまして、もうそれに比べるともう非常に恵まれた環境で格闘技をやってるのかなという印象ですので、まあ、その実力を遺憾なく発揮していただきたいというところではあるんですが、はい、やはりあのプロの舞台、かなり雰囲気に飲まれないか心配ではあったんですけど、もうそんな心配いらないぐらい素晴らしい動きをしてますね。早速飛びついていきまして、はい、上になりますのが鶴谷レイです。はい、
熊久保さん、はい、このフットワークも軽快ですし、硬さというものはあまりないような印象ですが。そうですね、はい、タックル、テイクダウンに行くっていうのは多分決めてたと思うんで、はい、すごいいいタイミングで入りましたし、やっぱ早いですよね、はい、そしてただ単にすみません、倒すだけではなくて、倒した直後ですよね、しっかりガードの両足の中に入らないようにフォローを入れることができていたので、はい、よりさらに先を見据えた動きができているのが素晴らしいと思います。勢いに任せたわけではないという。そうですね、しっかりあそこまで踏まえた上での動きだったと思います。はい、さあしかしタツキも立ち上がりました。変化を加えてもう一回タックルに行く。一発上に振ってからはい、ダブルレッグで行きましたね、はい、さあそして首に手をかけているツリアです。ケージを蹴ってもがいているのがタツキ。一回上に意識を与えてからの変化と。そうですね、冷静ですよね、はい、そういう動きができるってことは。ツリアが攻めていきます。山瀬選手、はい、逆にタツキの方はどういったところでこの状況を展開していきたいですか。そうですね、やはりツリア選手レスリングがうまいというところでしたので、はい、タツキ選手すごくフットワークが使える選手でしたので、捕まらないままスタンドで試合を進めたいというのがまず一番のところだと思うんですけど、一回今組まれてしまった以上は、はい、もう金網を利用して立っていく、はい、相手の動きを隙間を作らせながら立っていくというムーブが必要になってくるんですけど、上からパンチを落としているツリア。蹴り上げで応戦するタツキ。それが分かっているからこそツリアも攻めの手を緩めない。そうですね、ツリア選手の動きつかず離れずといいますか、あんまり密着するわけでもなく、はい、離れすぎるわけでもなく、非常に相手の蹴り足とかをいなしながら、はい、うまく相手の上を乗っているような状態ですので、タツキ選手非常に疲れますし、ここで、はいですね、今みたいに腕十字とかの仕掛けをすることによって過剰にツリア選手、はい、体を離してくれたりしますので、そういう下からの仕掛けを見せながら打開していくっていうのが一つ手かなと思ってます、はい、上からパンチ肘を落としているツリア。もがいておりますタツキです。まあ、一つ心配なのは、はい、やはりデビュー戦ですから、うん、こうペース配分という部分でですね、どうなのかなと。やはり緊張もありますし、こうやってどんどん飛ばしていくわけじゃないですか、はい、それでもし後半戦だった場合スタミナロスという可能性もあるんで、はい、おっと以上ですね。今度は腕を取った。もう逃れるタツキ。タツキ選手ここで止まらない方がいいですね、はい、止まらずに立ち切るところまで行きたいと思います。次々に攻めの手を繰り出していくツルヤ。どうにか立ち上がりたいタツキ。そこにパンチが落ちてくる。熊久保さん、はい、ツルヤの攻めがもう次の展開と。そうですね、すごいですね、はい、もう一目かかってますよね、削るプラス一目で、はい、さあバックを取ろうという体勢。パンチを当てている。どれだけしのげきれるかですね。そうですね、はい、第1ラウンド残り時間1分を切りました。立ち上がりたいタツキ。なんとか立った。もう一回今度はツリアが投げていく。山瀬選手、はい、タツキもどうにか立ち上がりはしましたが。そうですね、やはりグラウンドでの肘ですとかパンチがちょっと効いてしまったように見えますね、はい、少し嫌がる姿勢も見せてしまいましたし、はい、ちょっと立とうとしてもパンチが怖くて立ちきれなかったシーンが見られましたので、はい、ちょっと一回ここはしのぐという方向に舵を切ってもいいのかなと思いますね。まあ、残りの20秒というところで、はい、さあしかしツリアが右腕を両足で挟んでパンチを落としていく。アームバーで辰己選手の右腕を決めようとしているのと、はい、ただ逃げたので。さあ立ち上がった。ここは辰己選手一回仕切り直してもいいかもしれないですね。かなりダメージもあると思いますし、はい、ここで第1ラウンドが終了です。山瀬選手、はい、この1ラウンドはどのように映りましたか。そうですね、自分としてもやはりツリア選手プロデビューというところで硬さがあるのではないかという気もちょっと予測はしていたんですけども、はい、そういうところも全く見られず、例えば打撃で見すぎるとかいう展開も特に見られず、自分の流れをどんどん作っていける素晴らしい選手だなと思いました。序盤から積極的に自分で作りに行く。そうですね、そんな印象がありましたね。逆にタツキはこの後どう巻き返せばいいですか。
そうですね、辰樹選手、まずやっぱりスタンドの展開ですよね。先ほど申し上げた通り、足をまず使っていく、はい、フットワークを使っていって、相手の真正面に立たない、相手のタックルを正面から受けないようにするということをまず意識して動くべきかなと思います。はい、久保さん、少し辰樹も苦しそうな。そうですね、やっぱ削られた方もだいぶ削られましたからね。逆にあんだけ攻めたんで、はい、攻め疲れする選手どうかなと思ったんですけど、それほど息上がってないですよね、はい、さあ第2ラウンドの開始です。このラウンドはどちらが先手を取っていくか。テイクダウンは相当警戒せざるを得ないでしょうね、辰樹選手。辰樹の方ですね、はい、さあそれでもいった釣り屋、逃れた辰樹。そして基本的に釣り屋選手、低いタックルでのテイクが主軸になっていると思いますので、はい、辰樹選手としては低い打撃を見せることによってそこを防ぎたかったんですが、捕まってしまいましたね。それでも辰樹の右足を掴んでいった釣り屋、そのまま登っていく、上になっていきます釣り屋レイです。ケージを蹴ってどうにかという辰樹ですけれども、どうかコツコツパンチを当てていきます釣り屋です。これがプロデビュー戦であります釣り屋レイ、堂々としてますよね。そうですね、デビュー戦でこんなにパウンド肘を使い分ける選手、はい、見たことないですね、うん、やはりその練習の成果というのか、その環境の中でいろいろなものを習得していった成果が現れているというところですね。辰樹も下から蹴り上げようとするが、その足をほどどかして殴っていく釣り屋。ちょっと圧倒されてますかね。はい、ここを受け続けると止められてしまうシーンかなと思いますので。しかしマウントブリッジして蹴るようにという辰樹の方も声が飛んでいるが、できるか。ちょっと熊久保さん、辰樹の動きが鈍くなってきましたね。そうですね、相当削られてますんで、はいはい、ちょっと動いた方がいいですね。逃れようと暴れる辰樹、それでも譲らない釣り屋です。そうですね、止まらないことですね、はい、今そのからの言ってる通りですね。さあ上からパウンドを落とす辰樹、苦しそうだ。このまま決められた、決められましたね。パウンドアウト、プロデビュー戦見事な勝利を挙げましたのは鶴谷玲です。山瀬選手、はい、このデビュー戦の戦いどのように映りましたか。いや、もうただただ落ち着いているなという印象ですね、はい、もう余計なこともせずに勝つための最短距離を走ったっていう印象ですね、はい、もう2ラウンドの始まった途中も少しこう相手の様子を見るような動き、その目線がありました。余裕があったんですかね。そうですね、もうまさに格闘エリートっていう感じですよねなるほど。いや、熊久保さん、はい、この後の未来を担うファイターという感じですかね。はい、もう可能性はね、もう無限大ですからね、この若さですから、はい、まあ、あれなんですね、鶴谷選手、那須川天心選手が、はい、ライジンで MMA デビューする際に、パートナーを務めてたんですよね。なるほど、はい、はい、まあ、そういった意味でもね、MMA の振動目指してほしいですね。いや、はい、この記念すべき100回大会のオープニングファイトでまた未来の逸材の誕生というのも、はい、これからのね、本当10年を背負っていく選手になり得る選手ですよね。そうですね。さあ2分27秒2ラウンドでというところで、鶴谷玲が辰樹を見事に下しましての勝利を挙げました。デビュー戦とは思えない見事な戦いを見せてくれました鶴谷玲です。さあマイクがあるようです。どうもこんにちは、パラエステ少年タッグ所属、鶴谷玲の次男、鶴谷玲です。新竜くん、やろうよ。以上です。見事勝利でございました。鶴谷選手、松本さん、はい、新竜選手を、そうですね、元同門の新竜選手を話、はい、しましたね。なんかすごい因縁を感じるカードですね。いや、この後実現するのか注目ですね、はい、見事に勝利を挙げました鶴谷玲でした。